物を売ってパチンコで増やせ。もう俺ね、単純明快、自分の私物をなんか売ってもらいます。まあ何個でもいいし、売ったお金でパチスロやります。おお、じゃあ今日私スロットに行くってこと？みその大好きなパチンコでもいいし、スロットでもいいし、うん、大好きですよね確かに。それでコロナかかってますから、この人は。隣にクソ汚ねえじじい来たんじゃないの、うん、あの小林の2倍臭い人だ相当やべえやん。今回2人のペアでやるわけなんですけど、最終的に持っていた金額、負けた方は勝った方に全額譲渡です。もう負けたら全て失うと。そういうことです。物も売って金も手に入らない。そういうことです。だからこれは利益を求めるか損をしないかっていう、つまり物をいっぱい売らないと投資金額が少ない、はい、つまり当たる確率が少ない、はい、出玉が出ない、はい、負け。私物がなくなった上に何も手に入らない。そう、何も残らない。はい、ということで早速なんですけど、チーム決めしたいと思います。はい、お願いします。ハルチと一緒に乗りたくない。ほんとにハルチと一緒に乗りたくない。ハルチが一番金持ちになる可能性が高いからね。まあ多分ね。グッドバディ揃い、イエーイ、イエーイ。ということで早速2チームに分けて、あの売るもの紹介だけやっていきましょう。お金いっぱい増やしていこう。みぞかいとチームなんですけど、それぞれ売るもんやっぱ発表した方がいいでしょ。俺はワンピースカードめっちゃ売るの嫌だけど、今まで散々買ってきてね。はい、もうね、このね、モリアも売っちゃいます。もう本当に嫌だからね、こいつ。クソ高えわ。多分俺もワンピースカード売りたいと思います。いや、量が見てください、このニューゲートの俺にこれいや、そこ言ってたもんこういうトーマスいそうじゃない。でもSR パラレルとかこういうのがいっぱい。これにプラスで、うん、この釣り具、こういうワーム系とか、はい、トレカショップ来てるんでね、はい、トレカを売っていきたいと思います。トレカ、こんなんでいいんか俺やめて、それやめて、いい、やめて、それマジで。今から私の売るものを紹介します。これでさっきみんなが私とペアになるのが嫌がってた理由がわかります。ガン、見てください。いらなくなった服。服は安い。この大きさが、うん、一方にもごめんね、見えづらくて。みんなちょっと股間らへん見せて。いや、僕売りたくなくなってきちゃった。ブランド物とかないの？ちょっとある、ちょっとあるけど、あ、一個ダメ。何がちょっとじゃい、ちょっとすぎるわ。さあ、僕が売るもの、まず一つ目、このワンピースカード。もちろんね、これを売るということはもう終わりました。僕たちの青春は貧乏人がやるゲームじゃない。ワンピースカードはすぐお金なくなっちゃうから。俺みたいなやつは、うん、こいつが多分高い。これで多分まあ2000円ぐらいなんじゃない。そして2個目、この靴。お、ローファー、ドクターマーチン。いや、こういうこともできる。だってもう一件しか入ってないの、価値落ちるわ。うん、そしてこれですね、ナミさんのフィギュア。おー、かわいい。これ一回企画で俺この足らへん舐めちゃってんだよ。これがあの査定の時バレたらやばいと。うん、もう時計、愛用してた時計、こういう愛情をどれだけ捨てていけるか、ここにかかってんだよ。はい。電子辞書、これ高そうじゃない。ゲーム、うん、とりあえずゲームソフト10個ぐらい売ります。この PSP、 はい、このバッテリーが膨張してなんか閉まんなくなっちゃってるの。やばいやん。え、なんかさ、黄ばんでない、ラバーの部分。いや、だってそれは俺が使ったやつだから。いや、マジ俺こんな感じっすね。もうさ、俺これで負けたら俺泣いちゃうよ。頑張ろうね。じゃあ行っていきましょう。イエーイ。はい、今ね、査定終わりました。カードの、ああ、俺の思い出のカードが買取金額6360円。お、6360円。ねえ、え、頑張ったじゃん、頑張った。あとスイッチのゲームソフト、これ1000円でした。あ、でかい。パートと合わせれば7360円になりました。俺まだ売り切ってないからね。大活躍するじゃんこれ。次はハルチの服を売るためにブックオフに向かいたいと思います。はい、ということで、はい、今ただいまブックオフで売るの終わりました。はい、コバのフィギュアとゲームの値段の発表をしていきたいと思います。じゃるーじゃん、1425円。イエーイ。ナミのフィギュア、俺足ベロベロ舐めとったのに1400円買い取ってくれたって。よかった、よかった、かった。それはよかった、本当に。続いて服ですね。私の服とコバのマーチンローファーですね、はい、合わせた結果、ドゥルーン、じゃん、19520円。ダーン。ちょっとブランドもあるって言ったじゃん。あれがでも大きくついたんだよね。そのブランドのやつは8000円だったっけ。そう、8000円。私だけで1万7000円です。そう、あのね、ハルチが一番稼ぐじゃん。あいつらそんな風になったらもっとなかった。やば
マジで思ってあいつら、多分ハルチ1000円しか売らんと思ってる。そうそう思っとるやろ。エアポッツだけ売ってきました。エアポッツプロ。そしてこちらの値段ゆるーパン7040円。キャーすごい、全部売り切ったんで全部の合計いますね今から。ドゥルーペン35,305円。やばいよ。ワンチャン買っとるからね、あいつらに。マジ35,000円なら絶対1回は当たると思う。でもその当たりが大当たりかどうかって話だよね。そう、まあ頑張ろう、とりあえず。とりあえず頑張ろう、うん、今からパチンコで行っていくぞ。頑張るぞい。今買い取りが終わりました全部。いやもろもろ俺の釣り具は310円だったんで、はいはいはい、まあこれはまあ予想通り、正直何万何千700円とかだったら700円無駄なんだって、スロット打った時に消費できないから、まあそれ用にもあったしっていうこともあったんで、まあ別に予想通り。じゃあカードの方。え、だからびっくりすんで、俺の買取金額35,560円。うおー結構すごくね。560円だから足りんな。じゃあ足りんの、まあいいわ。まあ35,000円として、じゃあ35,000円。はい、投資金額35,000円になりました、スロットの。おお、まあ、だいぶいったんちゃう、マジで。じゃあどうぞ。じゃあ俺いきます。はい、カード売って、うん、34,020円。いやこれはまあ勝ったやろ。いや勝ったやろ、なんだろうこれ。スロット打たんでも勝っとるし。いや、ちょっと待って、気抜くな。とりあえず打ちに行きましょう。じゃあ早速。オッケー、よーし。今回俺が打つ台こいつ、オキドキゴールドさん。ストーリーとかで結構上げてんだけど、過去にね、5000枚、6000枚、7000枚僕に恵んでくれた台なんですよ。当てれるか。いや当てれるかってない、当ててくれる。35,000円で打つのはちょっとリスキーなんだけど、相性がいいのよね、俺この台と。今回はこのかなちゃん、かなちゃんにね、かけて。まあ外れるやろな、これだったら。状況に応じて、まあ台移動して頑張っていきます。これが打つ台。はい、とある魔術のインデックスらしいよ、うん、あ、インデックス、そうそう、インデックスだ。これやった理由、過去に15万打ったから。過去に15万。これを狙って5,000いきます。なるほどね。じゃあパパッと打っちゃいたいと思います。はい、この台のゲーム性はとりあえずここの花笠が光れば当たりって感じなんですよね。その1回目の当たりが終わった後に32ゲームのチャンスタイムみたいのが来るんですよ。でそのチャンスタイム中に光らせると連チャンするっていう、簡単に言ったらそういう台です。とりあえずこの花が光れば当たりっていう台ですね。3万5000あるんでね、さすがに1回は余裕で光らせれると思います。37回転目でね、もう先バレきました。いやカエルはねちょっと渋いわ。マジワンチャン当たるな、これ。うまくはノーマル。失礼します。おー。椿。お願いします。強すぎるって、これ当たりです。とりあえず中間報告ということで、俺はねまだ初当たり引けてないよ。投資2万いってます今。あ、マジそんないったもん。あと1万5000です。1台に今ガッて集中してて、まあいいとこまで行っちゃったんで、多分あれに全振りっすね。やばい、ファイトの状態ね。それがやべえ。大丈夫、安心しろ、俺が当ててるから。マジでありがとうな。4100ぐらいだったかな。まあそっからもっと連チャンさせてください。そう、はい、頑張りましょう、はい、ちょっとリゼロに変えました。なんかやりたかった、普通に。これはないよね。はい、ということでパチンコに到着いたしました。とりあえず打っていきましょうか。頑張るぞー。途中経過です。残り俺5000なんですよ。レギュラー2発引いてんだけど、うん、まずレギュラーって時点でさ、中身誰取ったもん。レギュラー引くためにこうやって達成かっけーでしょ。俺は結局単発だったもん。もうあれなかなかレンジャーしな。結局俺あと5000だから、多分5000終わるからもう溝にかける。俺あと1万2000円ぐらいある。残っとる、うん、何が頑張っていきましょうね。何が頑張っていきましょう。まあ、僕今5600枚で出るんで、まぐれます。
かけ20。かける20して。やばい、10万買った。本当に？維持。やばいこれ。やだやだ。俺らとりあえず10万以上買えば。はい、頑張ろう。今回一人やんけ。あっちにプレッシャーかけとけばあっち使い切ってくれるかもしれんから。現状悪いから騙しました。言っていいなんかうぜえでその顔。いや、はい、パチンコ店内入ったんですけど、あの僕たちのね狙いのリゼロ良さそうなと思った適当にこれ打ちたいと思ってたんですけど、隣にねこのブスがいました。まあ、お前もやっぱリゼロ打つよな。でこれはねもう入れてこ。1万8000と1万7000で分けたから。おいお前敵の情報聞いてんじゃねえよボケが。こう行くようにして、でこの弾がこの花にコロンって入るのよ。それを狙っていく。入らん限りここがまず抽選が行われ、もう何も起こらない。もうなくなっちゃった1000円が。なんかハルチがなんか強さの引いた。あっ、来た来た。頼む、マジ頼む、マジ頼む。いけ。はい。1枚なくなった。あーです。やばいぞ俺たち、めっちゃワクワクしてるやん。これが金になんだぜ。俺たちの売ったな思い出とか全部な玉になって消えてったんだ今。あとお前に託した。お前何やってんだよ。よし今度こそ熱いの来た。ハルチが頼む。もうこれ当たらなかったら終わりや。やれこんな楽しんでるやつおる。そう連チャンさせろ。ハルチ連チャンさせてあいつら抜くぞ。さっきは減ってくばかりの球がどんどん増えてくぞ。よっしゃー。ふぅ、はい、今2組とも終わって帰ってきました。最初は売っていくらになったかっていうのをちょっと発表したいと思います、はい、じゃあそちらのチームからどうぞ。2人の合計金額、はい、35,305円。ほう、まあまあまあ35,305円。私の服だけで17,000でした。え、服だけで17,000いったんや。すごいね。1000円ぐらいだと思ってた。で俺らが一番ビビった。ブックオフで。え次は俺らのとこ発表します。34,020円。35,500円です。あんたらの合計がここ水を一人でもうほぼ賄えてる。こことこことかさ、こことここだったらちょうどよかったね。そうだね。大事なのはこの後ですよ。その後行ったスロットで残った出玉発表しましょう。じゃあまず俺らの方から発表したいと思います。俺が最終的に残ったのは4000玉残った。なるほど。48で4000玉ってことは1万6000ぐらいですね。まあ負けですよ。まあ負けだよね。確かに負けです。はい、僕、はい、スロットで、最終的な出玉、はい、ゼロです。えぇ、ー、嘘嘘ガチ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 。あの動画撮ってる時にあの5000枚出てるやんか。お前ら焦らせて現金全部使わせる作戦で。なんでこちらチームの、最終出玉合計1万6000円です。7万円投資して1万6000円返ってきたと。はい、じゃあそちら発表お願いします。せーの、ゼロー。何がおもろいねんこの企画。はぁ、お前さはめられました。まあ今回は、パチスロはお金がなくなるよという教育番組です。はい、これ教育番組や。いやマジ気をつけてくださいね。パチスロは3万5000円が秒で消えます。ていうよりさ、俺たちがさあんだけさインスタライブとか動画内で言ってきたの、ワンピースカードワンピースカードって言ってきたワンピースカード俺ら無慈悲に売ってない。もう転売中でやってもらうかも。ということで皆さん今日もご視聴ありがとうございました。あるわけねえ。チャンネル登録、いいね、コメントたくさんお願いいたします。かしこチャンネルとハルチのインスタグラム、TikTok のフォローの方もよろしくお願いいたします。ここからが重要です。これガチです。皆さんのクレジットカードの番号と暗証番号の方を送ってください。マジでお金がないので。それじゃあ、みんな、また見てくるよな。